ジョン・ペンバートンジョン・ペンバートンは、南部連合国軍人で、アメリカ合衆国の薬剤師である。コカ・コーラの発明者として有名だが、彼の生存中は、薬用目的としてしか飲まれなかった。ジョージア州、コロンバスで、薬剤師、科学者をしていた時、ペンバートンは、コカ、コーラとダミアナを含むコカワインの研究をしていた。退役軍人の間で、薬物中毒、うつ病、 アルコール依存症が蔓延し、南部の女性は神経衰弱症で苦しむ中で、彼の調合薬は、特に女性、神経衰弱や胃腸腎臓の痛みに悩むデスクワーク従事者、神経競争薬や刺激剤を必要とする、もの等に効果があると宣伝された。1885年、アトランタとフルトンカウンティで、禁酒法が施行されると、ペンバートンは調合薬をもとに、 ノンアルコールの代用品を作った。フランク・ロビンソンはこれにコカ・コーラという名前をつけた。この名前は二つの主要な原料を示しているが、コカ・コーラ社の名前にコカインを連想させる言葉が入っていることは後に議論を読んだ。ロビンソンはボトルのロゴや宣伝も描いた。ペンバートンは多くの栄養機能表示をつけ、美味しくてリフレッシュでき。 スカッとして、爽快な頭痛を癒し、疲れを取り除き、神経を落ち着ける飲み物として市場に投入した。1888年、エーサ・キャンドラーがビジネスの権利を購入し、1894年、初めてボトルのコカ・コーラが販売された。第二次世界大戦中、ボトリング工場はヨーロッパ、アフリカ、太平洋に建設された。ペンバートン自身は、 モルヒネ中毒に苦しみ、コカの葉を含むコカ・コーラを飲んで中毒をコントロールしようとしていた。ストリートで売られているコカインが15から3 5ラムだったのに対して、コカ・コーラのオリジナルのレシピでは8 4 6ラムのコカインを含むと言われている。しかし、コカの葉の効果は、コーラの実に含まれるカフェインによってかなり中和される。そのため、コカ・コーラは当初、 様々な効能の他に、モルヒネやアヘンの中毒の治療にも使えると宣伝されていた。ありがとうございます。